SSV ウルム1846は、ドイツのウルムにホームを置く、スポーツクラブである。サッカーのほか、水泳など様々なスポーツが行われている。クラブの起源は1846年にまで、遡れるが、現、サッカークラブの発足は1970年。主にサンブリーグに所属していたが、1997から98年シーズン、中盤より首位を独走して、 レギオナルリーガ優勝、二部昇格を決めた。翌1998から99年シーズンも、好調を維持し、僅差で、ハノーファー96とカールスルーエー C を抑え、3位で、ブンデスリーガ一部へ昇格を果たし、2期連続の昇格を果たした。初のブンデスリーガ一部でも検討するが、15位のハンザロストックに、勝ち点3届かず16位で二部降格。さらに、 翌2000から1年シーズンも、ブンデスリーが2部16位で降格が決定した。その結果、2連続昇格後の2連続降格という珍記録を残すことになった。翌シーズンは、本来なら3部リーグだが、ライセンスを取得できなかったため、一気に5部リーグにまで降格した。ここで2となり4部昇格。その後は4部リーグ上位に定着している。 2007から8年シーズンは2位となり、リーグの再編に伴い新たに発足した、レギオナルリーガに所属することになった、ドナウスタディオン、なしなし。ありがとうございます。